この試合はレアルマドリードがバルセロナをホームに迎えて行われる伝統の対決、エルクラシコです。激しいライバル同士の対決です。全世界で話題になる戦いですから、一歩も引けないでしょうね。この試合でサポーターに勝利を届けることができるのはどちらのチームでしょうか。サポーターも試合開始の瞬間を待っています。スタディオサンティアゴベルナベウですが、実はビジネス街の中心付近に位置しています。最寄り駅は地下鉄のサンティアゴベルナベウ駅ということで、仕事帰りでも気軽に行けるスタジアムとなっていますよ。このチームは容赦ないプレスで相手を思い通り動かせないことで知られています。今日もいつも通りでしょうか。そうですね、変わらないでしょう。両チーム体力が重要になりますが、相手にとって特に重要なのはプレスに対して冷静さを保つことですね。押し切られないように注意が必要です。こちらがバルセロナの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。レアルマドリード対バルセロナの試合がキックオフを迎えます。強豪同士の戦いになりましたね。ベンゼマがスルーパスを出しました。このプレーはチャンスにつながりません。このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。マルコス・ジョレンテ、イスコ、ベンゼマ、うまく読んだインターセプト。倒れている選手を見てレフェリーが試合をストップ。先ほどのプレーで負傷したようです。選手が外に出されます。ドロップボールからの再開です。人数が少なくなっていますから、マークをしっかり確認しておきたいですね。ラキティッチ、この試合はスペイン最高、もしくは世界最高の対決と呼んでもいいでしょう。レアルマドリード、マルシャル、ラキティッチ。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。ゴール前での落ち着きが光りますね。こちらのカメラからの映像です。バルセロナのリードで試合が再開されます。このままバルサ勝利といきますでしょうか。ベンゼマ、さあカウンターで一気に行きたい。
カウンターから得点できるか。カウンターから得点を狙いましたが、ここはうまくいきません。レアルマドリード、ここは縦を突くでしょうか。このシュートは外れます。ウスマン・デンベレ、ラキティッチがスルーパスを通した。ゴールにつながるプレーとはなりません。キーパーに近すぎました。ラキティッチ、ラキティッチ、アドバンテージがレアルマドリードに取られています。これはファールでしょう。フリーキックです。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。このパスはダメでした。通りません。レアルマドリードのスローインです。オドリオソラ、マルコス・ジョレンテ、バルセロ、サポートの選手がいます。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。キーパー、ゴールキックの精度に欠きました。レアルマドリードがコーナーキックを獲得。ボールを入れた。キーパーがコーナーをパンチング。クロスが入りました。ああ、クロスの精度が。シュートは入るか。ここは力のないシュート、簡単にさばけます。ゴールの形が見えたか。レアルマドリー、マルコス・ジョレンテ、シュートをふかしてしまった。マルコス・ジョレンテ、サイドから攻撃でしょうか。アントニー・マルシャル、コーチーニョへ。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。レアル・マドリードにイエローカードが出ました。そうですね、会場には気をつけないといけません。この距離で直接狙ってくるかは分かりませんが、何か仕掛けてくるでしょうか。これは見事なインターセプト。レアル・マドリード、これはサイドを上がれそうです。クロスを出せるか。中へ切り込む。ファーポストにクロスを入れた。気は抜けない展開です。ビダル、ウスマン・デンベレ、ベンゼマが入ってきた。どうだ。見事に止めました。スーパーセーブです。コーナーでまだまだピンチが続きます。バルセロナ、これはナイスセーブ。ロングシュートも見事でした。意表を突くシュートでしたが、落ち着いてセーブしましたね。中に入れた。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。レアル・マドリード、ここは縦を突くでしょうか。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。ボールをマルコス・ジョレンテ、打ってきましたが大きく外れてしまっています。アントニー・マルシャル、マルコス・ジョレンテ、見事なロブパス。サイドから中を狙う。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。決められたら同点という場面でしたが、キーパーの素晴らしい反応がチームを救いました。相手もあれを止められるとは思わなかったでしょう。いいクロスだ。フリーでボールを受けた。前半が終了しました。スコアは1対0。
1点の後半のキックオフはバルセロナからリードして折り返しです。うまく読んだインターセプト。セルヒオ・ラモスのクリアで仕切り直します。イスコ、このパスはダメでした。通りません。さて福西さん、ラキティッチですが、前半もご覧になっての分析をお願いします。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。簡単に決着がつかないのがクラシコですね。レアルマドリードが同点に追いつきました。さすがに決定力が高いですね。バルセロナの方もこのまま黙ってはいないでしょう。ようやくシュートを得点へと結びつけました。好セーブを連発していただけにキーパーは悔しいでしょう。別のアングルからご覧ください。デンベレ、アントニー・マルシャル、マルシャル、決まっていればリードでした。ここは不発です。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。クロスが入りました。惜しい。クロスは結局合いませんでした。コーチーニョ、チアゴ、アントニー・マルシャル、チアゴ、ウスマン・デンベレ、素晴らしい絶妙なパス。これは相手にパスしてしまいました。カリム・ベンゼマ、ビダル、アルカンタラ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ここからどうする。ゴールキックとなりました。選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。走り込むベイルに合わせた。ベイルへいいボールが入りそう。ベイルからのいいクロス、このシュートは外れます。外れた。これは決定的でした。惜しいですね。サイドからのクロスはチャンスになりそうです。味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。このボールはキーパーが前に出た。アレッサンドロ・フロレンツィ、いいクロスが中に入った。マークがいます。決められるか。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。エリアの中からヘディングでゴールの隅を狙いましたが、これは入りません。
コウチーニョ、アレッサンドロ・フロレンツィ、ナキティッチ、マルシャル、ここはインターセプト。しっかり予測していました。高いボールでベイルを狙いました。ベイル、中にはベンゼマ、ここはしっかりクリアされました。モドリッチへ、モドリッチ、レアルマドリーのスローイン、ここで交代です。福西さん、この選手の今日の働きはいかがでしたか？抜群でしたね。マンオブザマッチ、狙った、ディフェンスの選手がシュートブロック。レアルマドリー、これは大事なコーナーキックです。ロングシュートも素晴らしかったですが、セーブが見事でしたね。意表を突くシュートでしたが、落ち着いてセーブしましたね。これはあるか、このボールはしっかりキャッチ。ジョルディ・アルバ、レアルマドリーのスローインからゲームが再開となります。この選手がモドリッチです。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ゴールキーパーがボールを抑えた。コウチーニョがスルーパスを出しました。試合を決めるか、止める、弾いた。このゴールは入りません。決まっていればとても重要なゴールになるところでした。惜しくも外れましたね。監督も悔しいでしょうが、シュートを打った当人が一番悔しいでしょう。サミエル・ユムティティ、チャンス来た、シュートは入るか。素晴らしいセーブです。残り時間が少ない今、何としても同点を維持したいですからね。キーパーがいい仕事をしてくれましたよ。ホイッスルが3度なり試合終了の合図。引き分けで試合が終わります。天気が心配された今日の試合でしたが、最後はもうそんなこと関係なく盛り上がりました。ナイスゲームでしたね、福西さん。はい、ナイスゲームでしたよね。そういえば天気悪かったんですね。すっかり忘れてました。